いですか。元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回はですね、上芝森平 VS ヒクソングレイシー、こういったテーマで話をしてまいります。このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になれるようにアスリートの頑張りを紹介しております。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さあ、今回のテーマ、上芝森平 VS ヒクソングレイシーでございます。当然この2人はやったことはありません。上芝森平王は昭和44年他界されました。今天国です。ですからやってないんですが、2人の共通点が多々あるということでご案内をさせていただきます。前回ですね、井上尚弥 VS ヒクソングレイシーというテーマでご案内をいたしました。まあその続編でございます。まず先般ご案内した通りですね、ヒクソングレイシーはたくさんの他流試合をしてるんですよ。リアルファイトをしてます。ブラジルです。ブラジルは結構治安がよろしくない、ですからよくね喧嘩を吹っかけられたということなんですね。柔術をやってるということがですね、まあ広まっていくと、だったらお前どれぐらいのもんなんだよって言ってですね、まあ吹っかけてくる人間が非常に多かったらしいんですよ。自分の身を守らなきゃいけませんよね。下手するとやられてしまう、殺されてしまう可能性があるわけですよ。物騒ですから。でもうリアルファイトはね、日常茶飯事なんですって。まあその中で彼は、まあ切り抜けていったんですよね。で、よく彼のね、話を聞いておりますと、試合前ね、相手のチェックは1回のみというふうに聞いておりますね。ビデオを1回見れば十分、雰囲気を見ればいいんだってことなんですね。なぜかっていうとね、その通りに当日やってくる可能性ないじゃないと、ね、あるかもしれないけどほとんどないでしょ、その通り必ずしも来るわけじゃないですよということで考えれば、固定観念を植え付ける必要はないってことなんですよ。臨機応変に戦っていかなくてはならないってことなんですよ。それはね、リアルファイトから来てるんですよ。リアルファイトは当然喧嘩ですから、相手の情報なんてないですよね。ない中で臨機応変に戦わなきゃいけないってことなんですよ。ですから彼の根底にはそれがあるわけですね。事前準備なんていらないよって、あったその場で瞬時に相手の技量を把握して臨機応変に裁けなければならないということなんです。ですから稽古におきましたら、あらゆる場面を想定して稽古をしていたそうですね。そうするといくつかパターンが出てくる、そして自分の勝ちパターンというのを生み出すことになるわけですよ。こうなれば俺は勝てるぞっていう一つの型ですよね。型を持つまで練習を繰り返す。そうすると自分の中に自信ができる。グレイシー柔術としての自信ができるわけです。彼はね、ブラジリアン柔術の球団を持ってるのかな、今ね。まあそれぐらいの猛者ですし。で、まあお父さんからね、エリオ・グレイシーからの流れで、グレイシー柔術というのをまた世に広めております。今息子さんも頑張ってますよね。そういったのがヒクソン・グレイシーでございます。要するにね、私から言わせてれば、ヒクソンは競技者というよりも、武術家ですよ、武人。そういった意味では上芝森平王と同じなんです。当然上芝森平王は武術家ですよね、武道家でございます。さまざまな武道を修練して最終的に合気道という形を作り上げて世に送り出したのが1942年のことだったんです。体術と剣と杖、この利害だということで三位一体にして世の中に送り出した、総合武道として送り出したわけですよ、発表したわけですよ。その道中にさまざまなやはり強者が挑んできたようです。上芝森平154センチ、155センチ、45キロ、それぐらいなんですよ。非常に小さい。でも噂が立てば、じゃあそんなじいさんであればちょっと挑んでみようかなというふうに思うじゃないですか。で昔は今以上にですね、荒れた時代でありますんで、物騒な時代でありますんで、挑戦されたそうです。ことごとく撃破していったそうですよ。ね、中には柔道家がいる、そして空手家もいる、ボクサーもいる、レスリングの選手もいる、相撲取りもいたそうです。先般ご案内したようにね、天竜三郎という大男、この大男が抑えられない、逆に吹っ飛ばされた、即入門でございます。塩田剛蔵、当時柔道をやっておりましたね。舐めた真似をしてですね、上芝森平王の前に行って金的を蹴り上げた、物まね事に投げ飛ばされた、即入門でございます。すごいこのじいさんだと思ってみんな入っていく。昔はですから合気道は空手とか柔道の猛者がたくさん入ったんですよ。
これは上柴森平王の実力を認めたからなんですね。そういった他流試合をやはり上柴森平王もたくさんしてます。その上柴森平王であっても負けたことはあるんですよ。また次回ご案内申し上げますけれどもね、そういったことなんです。要するに勝てる自信がなければ受けませんよね。もう勝てる自信があったんです。そこまで修練をしたんですよ。さまざまなパターンをやはり想定して稽古をしていったんですね。真剣勝負実戦におきましてはね、あれやこれやね、技は覚える必要ないかもしれませんね。合気道におきましての当て身が、70% とか 90% とか言われてますね。投げは、10% とかね、30% とか言われてるぐらい。じゃあなぜ今合気道は当て身の稽古をしないんだろうというのがね、私当時からの疑問でした。世の中の流れがね、少し穏やかになったからかもしれませんね。当て身を当てるということはね、怪我の可能性もあるんで、なくなってしまったのかもしれませんが、カイソの、言葉を借りればですね、当て身 70% と言うんであれば当て身の稽古をしないかというふうに思いますんでね、いずれ合気道にはきましたが当て身というテーマでね、また発表もしていきたいと思います。そういったことをですね、上柴森平王がやってたんですよ、当て身をね。で実戦において当て身らしいですね。塩田剛蔵さんも当て身って言ってました。だから実戦、あの方も実践された、そうですね、満州とか歌ってね、いろいろやってたらそうなんで、実戦におきましてはね、当て身だったそうですけど、そういった意味でね、やはり今後は、そういった修練もしていかなきゃならないなというふうに思ってます。話戻ります。ですからヒクソンにおいても、それから上柴森平王においても、自分の型ができる、自分に自信が持てるまで繰り返し繰り返し修練をしていたという点なんです。その点が共通項です。二人とももう超一流の武人でございます、自分に自信が持てるまで、自分の技に自信が持てるまで繰り返し繰り返し修練をしていたということになるわけです。達人はですね、勝つためのパターンを持ってます。自分の型を持ってます。それを習得するまで繰り返し繰り返し地道な稽古をしていたということでございます。我々にもね、当てはまることであろうかと思います。ぜひ私も含めてなんですがね、皆さん頑張っていきましょう。物事を、成就するということは、繰り返し繰り返しの作業、これが必要かと思います。で今回はですね、上柴森平 VS ヒクソングレイシーというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご覧ください。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー。